度重なる敗北の果てに、その男の体はすでに限界へと達していた。だが、まだ死ねない。男にはなすべきことがあった。双子の弟に勝つことだ。ダンテ、力を使って自らの人と魔を切り離したのだ。そして男は純粋な悪魔となった。滅びゆく肉体を維持してはきたが、もう限界が近い。切り離され、人の魂だけになってようやく俺の犯した過ちに気づいた。力を得るために捨てたものが、その全てがどれだけ大事なものだったか。それでダンテに依頼したの？そうだ、愚かだが、やつならきっと過ちを正せる。そう思ったんだな。あ、俺は正しかったのか。私はママじゃない。自分で考えて。今は見届けましょう。ダンテの戦いや。慣らしがちょうどいいな。
道を開けな。死にたいけんならばよ。Yeah!
ぶっ叩け。我が家は多分だ。分かるにしよう。どちらにしようかな。
待たせちゃ悪い。先を急ぐかい。痛い痛い。おい、何やってんだよ。ダンテってばよ。俺が悪魔の力に目覚めたのはバージルにこいつで胸を刺された時だった。ずっと考えてた。親父がなぜ俺にリベリオンを与えたか。今すぐ話か、それ。俺も今まで散々いろんな奴に刺されてきたな。こんな日が来るとはな。いかれちまったのか。魔王を倒すんだろ。な、ほら、自殺とかバカ。ヤマトは人と魔の両者を分かつ。だとしたらリベリオンは…おい
吸収してるの？
ず。何も分かってねえな。何も分かっていないのは貴様の方だ。ここから悪夢が始まる。予定は狂ったから。